皆様こんにちは。本日の MSTV は丸山博士とせんちゃんで行く秋の伊豆のんびりツーリング企画の3本目、忍者250と CRF250L の2台で当てどもなく天城高原までやってきたらめっちゃ良いワインディングだったので急遽絶対転ばないライテクを開講。せんちゃんの峠レベルが3ぐらい上がったところまでが前回のお話。今回は天城高原を下り進路を松川湖方面へ、CRF が楽しめる林道を探していきます。あ、レベルアップしたせんちゃん。はい、レベルアップせんちゃん、ここはギア上げますね。慣れるとね、本当に自然にね、アップダウンいっぱいしますよ多分。ああ、考えずとも感覚でってことですよね、やっぱりこう自然な動作で。多分ここでも上げるんですよ、多分飛んでまたここで下げるっていうことなんだな。あ、ちょっと早かったな、下げる。木だな、これ木。すいません、独り言めちゃくちゃ激しいです。大丈夫よ。見てるからね、ちゃんと。はい。ちゃんと木避けられたもんね、今ね。避けました。うまく。まあ、前のハイエースがすごい避け方してたんだけど。すごい、超。そうだね、やっぱり、コーナー入る前の減速は、ブレーキをよく使うよりも、シフトダウンを。あ、シフトダウンの減速か。シフトダウンによる減速をよく使うね。ああ、なるほど。うん。ブレーキを使うのって、また難しいは難しいのでね。シフトダウンで速度落として、ね、エンジンブレーキね。あ、まあ。意外と使うな、やっぱり。うん。まあ、その方が楽っていうのかな。まあ、そうですよね。うん。ブレーキかけてなきゃいけないからね。うん、うん。アクセル操作もしたいし、本当は。いや、本当に今までよりも怖くないですよ。すごいな。はい。そこそこ。よかったよかった。結構避けてましたもん、そういう道を。ああ、そうね。まあ、はい、まだまだね、ちょっとタイトなすごい登りって、うん、まだヘダーの峠。そうですね、あれは。が何個か来るんで。はい。あれ怖いですよね。そう。ああいうところがでもね、ああ、大丈夫ってなってきたらいいね。うん。そしたらほら、次の収録はヘダ峠の上で、集合できるんで。うんうん、そうですよね。いやいや。集合できるかな、私。あ、ちょっと行ってていい？いや、すごいな、鹿めっちゃいるな。あ、来たかな。あ、来た。意外と大変なんだけど、来やがった。もうちょいって感じ。急カーブって感じ。おー、確かに急カーブ。センちゃんの苦手なカーブ。苦手なカーブですが。もう大丈夫だね。もう大丈夫ですかね。このぐらいは大丈夫だね。はい。上りの方がちょっと厳しいんですよ、私的に。上りは失速していくからね。はい。でもギア選択さえできてれば。うんうん。大丈夫でしょ。やっぱギア選択ですね、本当に。うん、カーブ続きますね。いいですね。ねえ。慣れてきましたね。慣れてきましたね。よかったよかった。成長してます。成長してるのが実感できる。実感できます。実感できるか。できます。恐怖心が。恐怖心っていうのがなんかこう、ヒヤヒヤっていうのがないですね。うん。逆に楽しくなってくるよね。楽しくなってきますね。うん、このギア使ってやろうみたいな。そう、あのね、うまくいったっていうね。あー、達成感。そう、うまくいったがね、峠の数だけね、カーブの数だけ出てくればいいんだけどね。うんうん。まあ、主に失敗したっていう感覚で回ってると、怖いよね、うんうん。そうですよね。うわ、またなんか。ハードル高くなってきたよ。ハードル高い道来ましたね。ええ、もうこれ林道じゃないとか言う。そう、確かにこれもう林道じゃない。林道じゃないのっていう。地面悪いっすね。すごい森って感じがすごいする。いいね。こんな方行くんですね。いやいや、出てきた。おすごい。いい。これはいい。これは練習になるよ。これ練習になりますね、すごく。うん、なんか川も流れてる。川いいね。川流れてますね。さあ、せんちゃんの元ブログ用に川を見つめながら、はい、こんなこと。どうぞ。なんていうの、せせらぎが綺麗ね。あざとい。あざとい。あざとい。上
ダム美味しい。そんな言葉遣いはなかったぞ。今までかつてないですね。ですね。本当にでも綺麗な川。でなんかもう、なんだろう、自然って感じの川ですね。整備されてない。なんか左手にあるぞ。あ、怪しいぞ。さあ。何だった？怪しいぞ。なんか、警察に、警察に行きました。いや、これはね、あ、いや、いけるな。いけるけど、俺は行きたいけど、センターに行けねえな、これ。ああ、そういうレベルの、ハイレベルな。どうしようかな。これはセンター行けねえな、いくらなんでもな、これ。意外とハードル高いぞ、これ。あ、そんな感じの林道ですか。うん。ここはね、ちょっとやめよう。あ、戻ってきた。すごい、おー、オフローダーありがとうございます。オフローダーなんかしっかりとした道になってきましたね。そうですね。道になってきましたね。道になってきました。でもなんとか湖は近いもんね。そうですね。その湖、松川湖でしたっけ？なんだっけ？あ、松川湖ね。松川湖。なんだ？あ、なんとか湖。おお、湖？松川湖。なんだっけ？松川湖。だよ。これ何？これダム湖なの？もしかしたら。ダム湖っぽいですね。ダム湖っぽいね。うんうん。このお風呂ダムコンマ7だから、うん、ダムの方に入れるね。ほうほうほう。ダムカードをもらいに行こうかな。あー、それいいかもしれないですね。お風呂ダム入ります。お風呂ダム入ります。松川湖でございます。ほう、松川湖。ほら、せんちゃん。はい。天気めっちゃいい。めっちゃ天気、どうしちゃったの？どうしちゃったの？自分でも不思議。すごい天気、不思議です。そして見て。お、ここは何？ここは奥のダム。ダム来た。ダム来ちゃった。え、すごい。あ、すごいね。すごいですね。すごいすごいすごい。ここ何？貯水？ここは何も入ってないですね。もうちょっと先行っちゃう？行っちゃいましょう。こっちか。こっちか。こっちは溜まってる方。うんうんうん。出れるの？そこ。うん。あそこから立ち入り禁止だもん。あ、そうなんですね。はい。せーの。じゃん。奥のダムとは、はい、詳しいんですか？めっちゃ詳しいですよ。奥のダムとは、奥のダムとは、ね、昭和33年9月に襲った川の川台風により伊東市街を流れる伊東大川が氾濫し大きな被害が出たために、はいね、はい、下流では建物が多く川を広げることが難しいので洪水を繰り返さな繰り返簡単に繰り返さないためには、はい、上流にダムを作り、うんうん、洪水を防ぐことが必要になりました。また伊東市は観光地として発展し続けており将来の水不足に備えて新しい水源を確保しておく必要があるのです。うん、そのためのダム読んだだけですね。奥のダムとはロックフィルダムとは土と岩石を、ちょっと待ってください。土と岩石を積み上げて作ったダムです。中心の土はコアと呼ばれ土をよく固めて水を通さないようにしてあります。そしてドン、東京ドームなんとの 3.7 倍。こんな感じでもでかいんだ ね、 やっぱりね。でかいですね、思ったよりも、はい、そして広さ国立競技場の4倍。なんか奥のダムダムカード配布してます。秘書の方、ダム管理長、はい、来場者1名につき1枚の配布となります、はい、あらかじめご承知をおきくださいって、ね、うん、たくさん取んないでって話、ね、あれあれあれ何もあれいない。はい、奥のダム管理所です。ダムカードが欲しいです。はい、何名様でしょうか。2名、あ、2名です。2名 2名です。お二人ですね、少々お待ちください。はい、はい、すいません。ありがとうございます。わざわざ出てきてくれるんです。こちらになります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。こちらご記入よろしいですか。はい、はい。つけ。へえ。あ、じゃあ今日は結構来てんの。じゃあ他にも来てるんですね、もう。そうですね。15時。15時ちょうどで大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい、すいません、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。奥のダム。ゲット。ゲットします。はい。ダムカード。私。
4枚目 ?3 枚目 ?3 枚目ですか、うんうん、今度はセンちゃんと対決でこうやってカードで戦う、はい、ピュッて戦う時に、はい、いきなり黒部ダム出してあげる。負けますね。私奥のダムしかないですから集めなきゃ集めなきゃ、はい、ゲット。街中ですなぁ。街中だね。街中ですね。あれか、動物園があるとこか。お、せんちゃん詳しいね。書いてありますね、あそこに。ねえ。サボテンズーって書いてますね。あ、グランイルミ。あ、これグランイルミってすごい有名なんですよ。イルミネーション？イルミネーション。あ、そうなんだ。すごく綺麗らしいです。やーべ。せんちゃんと行ってみて。行ってみたいですよね。軽く受け流されております。いや、そんなことないですよ。加工事例じゃないですよ。おお、なんか怪しいな。でももっと先なんですもんね。そうですね、さっき右手の結構怪しかったですよね。うん、怪しかったですね。怪しかった。なんか怪しいね。怪しいですね。怪しいですね。怪しい？左手の怪しい。左側に入ってるの？なんともわからないのですよ。右手じゃなかった？あれが、あれを見る。あと1キロで、はいはい、さっき話してた目的ポイントです。ここね。おー、じゃあちょっとだ。なんかどこも怪しいんですよね、ここなんか、さっきから。そうですね。いちいち怪しいですよね。いちいち怪しい。ここら辺なんですよね。おーい。この辺か。入るとこ見つけるか。そうですね。ゆっくり。ゆっくり、ゆっくり行ってください。ちょっと違うな。おお、何があるの？これかな。下？ん？下か。これの右奥。うん、ちょっと俺入ってってみる。俺が一人だよ。俺が一人で入ってってみる。わかりました。ちょっと先の止めれるとこ行ってます。うん、はい。来ますかね。普通に楽しんでるかもしれない。あ、そうですね。もう楽しんじゃってるのかな。あ、お、来たっぽい。来た来た。最高。最高。そんなに。あ、いやー、センちゃんいいよ。いいですか。初林道すごくいい。いい運動でした。楽しみ。あ、丸山さん、ウィンカーついてます。言われちゃった。言われちゃった。言っちゃった。いや、林道楽しみ。林道ね。はい。まあいいや、後で話そう。ここだ。これだ、これ。いや、入れる、入れる。大丈夫、大丈夫。そう、ハイエースギリギリな感じ。あの、対向車が来たら危ないけど、一応ね、行けるとこまではね、舗装、結構しっかり舗装してる。おー。始まるって感じ。始まるって感じでしょ。始まるって感じ。待ってー。オッケーオッケー。ちょっと待ってるよ。いいよ。はーい。切り返して。はい、来ましたー。はい。まだね、まだせんちゃん大丈夫だよ。まだ大丈夫ですか？うん、なんかもうすでにこう、始まりの予感を感じている。いやいや、すごいな。ちゃんとこの後、しっかりした林道だから。はい。もう十分楽しませてあげる。はい、楽しみます。せんちゃん、ウィンカーがついております。あー、わー、言われちゃったー。すごい。いい感じじゃん。いい感じじゃん。いい感じ、いい感じ。せんちゃん、林道へようこそ。どうも、はじめまして。せんちゃんです。林道。そんな、平和な元ブログやるのかな。平和にできますかね。あ、なんかすごいな、林道。来た、ここだ。ね、そこに止めて。私はもうちょっと前ね、今方にそこに。うん。よっ、よっ。オッケー。若干日が暮れてきているという噂もありますが、ついに理想の林道に到達。いよいよ CRF の見せ場がやってまいりました。果たしてせんちゃんはこの林道を走破することができるのか。次回も絶対見てくれよな。